こんにちは、皆さん。バーチャル YouTuber の物申しです。今日は先日行われた総理大臣指名選挙についてお話しします。参議院と衆議院の決選投票を経て、石橋フィルシが第103代首相に選出されました。特に注目すべきは、衆院での無効票の多さにより、決選投票に持ち込まれた点です。これは一見、投票のルール上の問題にも見えますが、実は日本の政治システムの現状を映し出しているとも言えます。無効票が多かった要因として、日本維新の会や国民民主党などが自党の党首の名前を書いたことが挙げられます。これによりどの党も過半数を取れず決選投票が行われました。果たしてこのような状態が今後の日本の政治にどのような影響を与えるのか、皆さんも気になるところではないでしょうか。石破首相はすでに内閣の新体制を整えているそうですが、政治の動きはこれからが本番です。岸田内閣のように物事を先延ばしにするのではなく、迅速に政策を進める必要があります。特に物価高対策に対しての具体的な行動が求められていますね。経済政策や外交戦略などこれからの動きに注目です。最後に今回の決選投票で示された野党の協力不足と国会運営についても議論が必要でしょう。活発な議論が行われ、政策が国民にとってより良いものになることを期待しています。皆さんの意見もぜひコメントで教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。